はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は最近発売になりましたブルーキャッツのコネクタというソフトをご紹介したいと思います。このソフトは DTM の革命とも言えそうな、そんなソフトです。今日はこのプラグインと OBS をつなぐやり方を解説したいと思います。OBS は通常、 アジオのサウンドを認識しません。でも、プラグインを入れればできないこともありません。OBS のコミュニティからダウンロードをすると、このように、アジオインプットというようなプラグインをダウンロードできます。でも、これちょっと重たいです。これを使うと、OBS がすごく重たくなって、 DAW の録画をしようとかすると音声が音飛びしたりする場合があるんです。ずっと悩まされていましたが、今回この BlueCat のコネクターを使うとそれが解消されました。OBS の BlueCat コネクターのプラグインを OBS のプラグインホルダー、ここに入れたらいいと思います。Windows の場合は C ドライブの プログラムファイルズ、OBS Studio、その中に OBS プラグインズというのがあります。一応6 4ビットというホルダーもありましたので、僕はその中にこの BC コネクタ VST DLL というファイルを入れました。ブルーキャッツコネクタには VST3 と VST2、この DLL タイプですね。 両方のプログラムがありますので、その一つをここに入れればいいと思います。ここに入れなくても、プログラムファイルズの中の、ステインバーグの中の VST プラグインズ。この中でも多分認識すると思いますが、できれば OBS のプラグインに入れればよりいいと思います。そのようにしまして、ここでプラスから音声入力キャプチャー。 これを選択します。そして DAW オーディオとしておきます。そしてデバイスはこれダミーで自分のオーディオインターフェースどれでもいいです。ダミーですのでどれかを選んで OK をします。そうしましたらここに インジケーターが出ます。でも、今これ僕の声に反応しています。反応していないようなものの方がいいと思いますので、少し変えたいと思います。これ。これで OK をします。あ、あ、あ、あ。はい。今反応していませんよね。こういうふうに使ってないオーディオドライバーを入れておく方が、 いいと思います。そして、この設定のアイコンから、フィルターを選びます。そして、プラスから、VST2 のプラグインを選択します。そうしまして、プラグインを選択してください。BC コネクタ VST というのがありますので、これを選んでください。 先ほどのように設定をしたときには OBS はもう一度再起動しておく方がいいと思います。そしてプラグインのインターフェースを開く。アクティブなときにインターフェースを開くというふうにチェックを入れておくとはい。このようにプラグインが出てきました。これで閉じてください。 このような状態です。そしてここからが設定の本番ですのでよく聞いてみてください。ここではスタジオワ o n e のメインのトラック、いわゆるマスターですね。そこに入れてあります。そして最初はこのような状態です。そこでセンドの方を選びます。 そして上に3つこのようにありますが、これはローカルホストを選んでください。そしてポートは8080 80のままでいいと思います。そして SendMIDI は切っておくといいでしょう。そしてこちらのプラグインの設定はこれで OK です。今度は OBS 側のプラグインを設定しましょう。 こちらは受け側ですので、レシーブを選びます。このようにプラグインが、これはバグだと思うんですが、消える場合があります。そういった場合は、もう一度立ち上げ直しをします。はい。 このようにして、こちらの方もローカルホストを選択します。そして、通信が始まると、ここがピヨピヨ動いたりします。そして、今、下の方のインジケーターが赤い色になっています。これはバッファリングでエラーが出ているということです。もう少しバッファーを上げていきます。 はい。現代 65ms にしています。そうすると上のドロップアウトもゼロになりました。もう少し短くしてみます。はい。今で58でしょうか。これでドロップアウトは 起こっていません今、22ms ぐらいにしました。そうすると、たまにやっぱり赤く表示されたりします。ちょっと余裕を持って合わせておきましょう。はい。このぐらいならドロップアウトが起こらないですね。このようにバッファリングを設定することが ポイントになりますので、注意深くテストをしてください。そうしましたら、これで音を鳴らしてみます。<music> そして、 そのボリュームはここで聞きます。上のボリュームはスルーで、そしてこちらはエフェクトですけれども、今回は上のスルーというのは0にしまして、そしてこちらレシーブレベルを調整して、ボリュームを調整すればいいと思います。ちょっとやってみます。メーターの動きをよく見ててください。 どうでしたでしょうかこのようにスタジオワンで鳴らした音が OBS に入ってくる。このような連携が大きな遅延もなく連動するということになります。これはこの OBS が例えばスタジオワンとキューベ b a s e であったとしても同じようなことができるようになります。ここらをうまく使えばかなり面白いことができると思います。 次の機会には DAW の中だけでもいろんな工夫ができると思いますので、そのようなレポートをやってみたいと思っています。今日はブルーキャットが出したコネクターという新しいソフトウェアを紹介しました。村長でした。